週刊文春の第3弾でさらに詳細を報じられた松本人志さんの問題。大御所ビートたけしさんは21日放送のテレビ朝日系ビートたけしの TV タックル毎週日曜正午に出演し、この騒動について、報道でやられたら記者会見すぐやるべきだよ、そういうことしましたって言えばいいんだよ、お笑いなんだから、と。さらに飲み会に参加した女性に対しても、たけしさんはせこいよ、3000円とか2000円とかふざけんなよな、とバッサリと切り捨てました。さすがたけしさんだから言えるとお思いでしょうが、吉本興業にもはっきりと持論を語る超大御所芸人がいました。その方は西川のりおさん。西川のりおさんは吉本興業に50年以上も所属し、やす、きよ、ザ、ぼんち、島田紳助、松本龍介さんらと共に1980年代前半の漫才ブームの地位を築きました。今回は西川のりおさんが松本人志さんの報道について独自調査までして忖度なく語っていましたので、今回は大御所の西川のりおさんの興味深い発言を一部お伝えしようと思います。西川のりおさんは文春が第3弾を発売した1月18日の同日、増田岡田増田のラジオハンター ABC ラジオで、最近世の中で起こった出来事や話題を取り上げるコーナーに出演しました。今回気になるニュースは何かと問われ、やっぱりもちろん冒頭のお笑いコンビダウンタウンでしょう、要するに週刊文春、今日も第3弾に出てたみたいですけど、僕も吉本に53年いてますけど、会社吉本興業の初動ミスでしょう、どういうことかって言うたら、事実無根って言うたでしょう、無根ってことはゼロということなんですよ、根がないっていうことですよ。でも根があるから、田村健二もああいう女の子をいっぱい集めてそういう会をしました。でも目的はそういうのじゃないですって言っていて、これがもう無根じゃないわけね、これはもうその時点でゼロじゃないわけね、そういうのはあったと言った方がええのに。だから会社がどういうふうに言えばよかったかっていうと、とりあえず調べてみます、本人にも事情を聞いています、という、その上で発表したらええのに、何を思うたか事実無根ですって言い放った。僕はこれが大きく波紋を生んで、そうしたら文春サイドも、ああ事実無根、うちもちゃんと材料を調べているぞって。ただ僕は今までの文春を見ていたらね、東国原が名誉毀損で200万もらってるけどね、過去の例を見てほぼ空振りなんですよ。ジャニーズ問題、スマップ解散も文春でした。で今回のジャニ北川の件も文春でした。政治家で言うたら金子恵美の旦那の宮崎さん、あの人が不倫したっていうのも週刊文春でした。ほんで清原さんの覚醒剤の問題も文春でした。甘利明当時経済再生大臣、彼が要するに賄賂をもらっていたというのを報じて、彼が大臣の座から降りたのも週刊文春でした。で近しいところで言うたらアンジャッシュの渡部健、あれも週刊文春でした。結局渡部健もああいう風に謹慎していますよね。だからかなり自信を持ってやっているなということは分かっていたんですよ。文春は裏取りがすごいですからね。で文春は一番頭をいきますからね、すごい立場の人間がバーンって下に降りてくるっていうのが文春のやり方ですから。だから国会議員であるとかすごい人気者であるとか、この世界でカリスマ性を持っている芸人とか、それにダウンタウンの松本は当てはまったわけですよ。何もないわけないだろうと、などなど持論をバッサリと言い切りました。松本さんが裁判に打ち込みたいということを芸能活動休止の理由にした点については、本当に自分にやましいことがなかったら休業することないと思う、裁判に打ち込みたいからって芸に打ち込んだ方がいい、やましくなかったら裁判なんか打ち込む必要がないねんから、自分が白であればああですこうですってきっちり言えるはず。一般視聴者もファンも本人が出てきて
それが一番すっきりするに違うかなと思う。その上で、僕の名誉を毀損した、裁判するって記者会見で言えばいいと思う、と発言しました。芸能ライターは、西川の今回の発言について SNS 上では、全くその通り、よく言ってくれた、と賛同する声が多かった。西川は大阪維新やお笑い賞レースなどについても、歯に衣着せぬ発言をしており、鋭い意見には定評がある。今回の松本に対するコメントにも納得した人が多かったようです、と語っています。会社がどのように言ったらよかったのかということには、とりあえず調べてみます。本人に事情を聞いてみます。という上で、発表したらいいのに、事実無根ですと言ったのが大きく波紋を投げた、と会社の対応に問題があったと指摘しました。松本さんの今月8日に一時活動休止を発表したことに対しては、本当に性加害がなかったら休業することないと思うんですよ。出たらええと思うんです。僕は何もやましくないんだと、と。また松本さんと共に名前が報道されたスピードワゴン小沢和弘さんの活動自粛についても、後ろめたいことがないと言ったよね。体の調子が悪くなった。なんで悪くなるのかな思って。自分が白だったら調子も悪くならないし、休業する必要ないと思いません、と疑問を呈し、松本さんの裁判を起こす件については、松本くんが勝ったにせよ、2年3年かかります。どっちがいい悪い別にして、こういう疑惑があったことが全部報道されるんですよ。みんなが声を揃えて言うのは記者会見したらいいって言いますよ。僕も全くその通りなんです。記者会見したら自分が全く白であればきっちり言えるはずなんです。一般の人もファンの人も本人が出てきたら一番すっきりすると思う。その上で裁判するって記者会見で言えばいい、と記者会見を開くことを勧めました。また増田さんが記者会見について事務所がちょっと待ってくれということはないか、との質問に、それは今ないと思いますよ。うちの会社と推察。ラジオとかテレビ出たらね、のりお師匠そんなん言わんといてくれと、週刊誌のインタビューとか答えんといてくれとか、一切会社に今言われてないですよ。だから今ここでこんなん喋ってるんですよ。観光令を敷かれたらね、今の世の中と反しますよ。要するに言論の自由ですから、と明言し、会社には所属してますけど、この件に関しては全くの第三者で、松本と付き合いもないので、どうなるのか見守ってますけどね、と自身の考えを表明しました。島田紳助さんの引退後にも触れつつ、芸人の賞味期限ってあるんですよ。裁判で2年、3年経ったら世の中変わるんですよ、とも語りました。吉本興業所属でありながらも、忖度なく語った西川のりおさん。今後、この問題はどのような進展になるのでしょうか。今回は松本人志さんに関する問題の件について、大御所西川のりおさんの私見をお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。コメントもいただければ嬉しいです。次回もお楽しみに。